よし、ようやく戦士の部屋が完成したな。これでクエストを再開できますよ。必要なプライベートルームは完成ですかね。娼婦、金融詩人、戦士だよな。うむ、その3人分あれば問題ないだろう。それにしてもこの部屋は庶民向けですね。まあ旅人向けの部屋だからな。あまり豪華にすると戦士が嫌がるぞ。戦士は客層だと旅人が多いですからね。なるほど、そういうことですか。それでは今回も酒場をどんどん拡張していくぞ。やはは、地下格闘施設を建築するぞ。相当な資金が必要だと思います。現在の資金は1万5000ゴールドくらいですか。隊長どうしましょう。先にどうしてもやりたいことがある。地下格闘施設はその後にするぞ。そんな悪巧みですか。違うわ。じゃあなんだよ。まだ疑われててくさ。若者、私を信用しろ。とにかく説明をお願いします。まずはこれを見てくれ。これは客層ごとの好感度の割合ですよね。すげー、貴族の割合が増えてるぞ。確か前回は 0.3% でしたよね。その通りだ。さらに貴族の割合を増やすために新メニューを提供しようと思う。やったー、それはいい考えだぞ。どんな料理にするんですか。ふふ、待望の牛肉料理と卵料理だ。よっしゃー。フランさん興奮しないでください。牛肉の産地は豚肉と同じく西側でしたよね。うむ、お肉関係は西側でほぼ仕入れができるな。やはは、待ちきれないぞ。フランさんは食べられませんから。隊長、それでどの料理にするか決まっているのか。実はすでにこの時のためにレシピを入手済みだ。へえ、準備万端ですね。ふふ、驚くなよ。今回の新メニューはこれだ。うわぁ。フランさん落ち着いてください。一気に4つも新メニューを出すんですか。そうだ、これで貴族や町民も満足してくれるだろう。やはは、全部美味しそうだぞ。早速必要な食材を仕入れましょう。まあ待ちたまえ、今回やりたいことがあると言っただろ。あ、そうでしたね。先に結論から言うと、畜産を開始するぞ。え、それってまさか。牛、豚、鶏を飼育するぞ。おお、そんなことできるのか。自分たちで飼育した方がコストが安いからですか。その通りだ。お肉は仕入れ値が高いからな。畜産に必要な施設を設置するんですね。説明が長くなってしまったので早速開始するぞ。完成したところまでスキップする。完成が楽しみだぞ。どうなるんでしょうね。ふう、こんなところだな。お前たち、完成したぞ。おお、小さいですが畜舎がありますね。牛さんや豚ちゃんがいるぞ。立地が狭いのでやはりこれが限界ですか。あくまでもここは酒場だからな。大きな畜舎を建築するのは無理だ。これでも十分だぞ。頑張って育てていきましょう。今回は豚と牛と鶏を飼育することになるため、それぞれのお肉を自給することが可能になった。ちなみに牛からは牛乳、鶏からは卵を得ることも可能だ。この場合はどっちかになるのか。卵が欲しいので鶏はお肉にしないでおきましょう。牛ちゃんはお肉一択ですね。牛肉最高。それと餌には穀物が必要だ。在庫がなくならないよう常に畑で栽培しておくぞ。はーい。周囲に柵を設置しているので家畜が逃げる心配もないですね。いや、まだ終わってないですよ。あ、途中から柵がないぞ。もう少しのところでお金が足りなかったのだよ。そうだったんですね。残りわずかなので後ほど完成させておくか。よっしゃ、やっと次は地下格闘施設の建築だ。資金はどの程度貯めますか。少なく見積もっても3万ゴールドは必要だろうな。それは大金ですね。かなり時間がかかるぞ。ひとまずは半分の1万5000ゴールド貯めるぞ。あれ、スタッフルームのベッドが足りないか。はい、人をさらに増やす必要がありますからね。すでに従業員は22人もいます。深刻な表情してるけど何かあったのか。最近お客さんが多くて従業員が足りてないんですよ。しかも畜産を始めたのでさらに人手不足に拍車がかかっているんです。へえ、そうなのか。いや、今だって46名もお客さんがいるじゃないですか。ふん、そっか。他人事でくさ。こいつはサボってるから気づいてないだけだ。でも人増やせばいいだけじゃん。そうすると今のスタッフルームが狭いんですよ。特にベッドが足りない時があります。ぐぬぬ、我が聖域を解体しスタッフルームを拡張するしかないか。その場所に自室を建築したのが悪かったですね。残念ですが解体しましょう。やはは、家具を全部売却したら資金が増えるぞ。私としたことが、なんたる失態だ。この屈辱は必ず晴らしてやるわ。いや、晴らさなくていいですよ。自室がなくなるだけで大げさです、お前たちに聖域が怪我される苦しみがわかるか。何言ってんだよ。意味不明で笑った。じゃあ始めましょう。心の準備が。全部外に出すぞ。うわぁ、私の正義が。
広くなったぞ。これだけ広ければ十分ですね。隊長お疲れ様でした。元気出してください。そうだぞ、自室がなくなったくらいで落ち込むな。大切な従業員のために犠牲になったと思ってください。ふふ、お前たち何を言っている。これも想定内だ。そうですか。かなりショックを受けていたように見えたんですが。やはは、強がるな。とにかくこれでスタッフルームは完成だ。ベッドが4台、テーブルも1台追加したので不足することはないだろう。ありがとうございました。よっしゃ、これで次こそは格闘施設の建築に集中できるぞ。引き続き資金を貯めていきましょう。隊長、報告です。資金が2万ゴールド貯まりました。あ、大変だったぞ。皆の者ご苦労であった。これで地下格闘施設の建築が開始できるな。ただ先に非常に重要な話がある。重要な話ですか。なんだ。本日諏訪湖から手紙が届いたのだよ。内容はゆっくり王国の酒場ランキングだ。酒場ランキング、とにかく見てくれ。これはベスト5が書いてるのか。1位はグランドホールディランの48万ゴールドですか。ここって王都にある酒場ですよね。確か貴族しか入店できない超高級酒場だったな。圧倒的に1位だな。王国一の酒場になるには48万ゴールド以上の価値にしないといけないんですね。厳しくないですか。ふふ、我々の酒場の価値を上げる以外にも方法があるだろうが。え、何ですか。ライバルの価値を下げる。やはは、お店をボコボコにするぞ。ネズミやゴキブリを大量に潜伏させるのもいいな。卑怯で草。それで王国一になって嬉しいですか。嬉しい。最低ですよ。すでに王都にいるポンポンに極秘任務として命令を出している。帝国とつながりがある反王国思想の酒場のため、徹底的に潰すように伝えてある。でたらめではろうか。ポンポンさん、悪事の片棒を担がされていますよ。どうなるか楽しみだな。重要な話は以上だ。さて、地下施設の建築を始めるぞ。よっしゃ、やっとだぞ。地下に降りる場所を新しく拡張済みだ。今回はここから地下施設を建築するぞ。あれ、スタッフルームの近くにも地下へ降りる場所はありましたよね。そちらともつなげる予定だぞ。なるほど、2カ所地下への階段を建築するんですね。隊長、じゃあ頼んだぞ。ボコボコトーナメント開催だ。とりあえず最低限の設備は完成したな。やはり資金が足りなかったので、装飾はほとんどできなかったですね。でもこれで試合ができるようになったぞ。まずはカウンターで、試合のエントリーを受け付けするんですよね。それと試合は素手での勝負なので、武器は全て預かることになる。武器ありだと死人が出ますからね。やはは、ボコボコにできるな。それと中央にあるのがリングですか。リングから出た場合は失格扱いにする予定だ。そのためリング外に押し出した場合も勝ちとする。へえ、それだと単純な殴り合いだけにはならないですね。試合は店側が用意した戦士に対して、客側は挑戦者として勝負することとなる。挑戦者は勝てば賞金がもらえるぞ。店側が勝ったらどうなるんだ。特にない、まあエントリー料金くらいか。それだとほとんど儲からない気がするんですが。試合は酒場への集客効果が期待できるんですよ。その通りだ、試合を観戦するために酒場に来るだろ。なるほど、その客に食べ物や飲み物を売って利益を上げるんですね。遠方から来た客は宿泊もしてくれるぞ。よくわからないな。いや、わかるでしょ。記念すべき第一試合目はフランに任せる。王国の戦士なら誰でも知ってる有名人だ。ネームバリューもあり集客にはもってこいだろう。やはは、任せろ。誰も挑戦しないと思いますよ。こんな怪物誰が戦うんですか。ふふ、普通ならな。今回の賞金はなんと、1万ゴールドだ。大金ですね。それなら命知らずがエントリーするかもしれないです。やはは、バカなやつだぞ。宣伝する時間も必要なので、試合は3日後とする。フランさん、絶対負けないでくださいよ。負けたら大赤字です。どんなやつがエントリーするか楽しみだな。フランよ、試合当日までしっかりトレーニングするのだ。あーい、ドナトに練習付き合ってもらうぞ。なにー、挑戦者ゼロだと。
結局エントリーが全くありませんでした。なんだと、1万ゴールドでもダメなのか。屈強な選手に声をかけたのですが断られました。100万ゴールドでもやらないって言われましたよ。対戦相手がフランさんって言った瞬間に全員震えていましたからね。そう、臆病者ね。仕方ない、こうなったら代役として滞在してもらっている選手に頼むか。それなら挑戦してくれる方もいそうですね。あ、やる気なくなったぞ。やっぱり最初から無理な試合でした。絶対殺されると分かっていますからね。よし、試合のセッティングが完了したぞ。女性の方が酒場側、男性が挑戦者ですね。力と体力に勝るエンゲちゃんが有利だな。あ、もう始めてますよ。おいおい、いきなり始めるなよ。隊長、お客さんを集めてきます。客も集まってきたな。これはいい勝負になりそうだぞ。今のところはこちらの戦士が押してますよ。エンゲちゃん、頑張れ。なんかキモいぞ、ハレー。今回の賞金は500ゴールドだ。負けても少額だが、初戦なのでなんとか勝ちたいな。隊長、そろそろ試合が終わりそうです。かなりの僅差です。インゲちゃん、負けるな。最後までどちらが勝つかわからない、手に汗を握る戦いだな。ハラハラします。試合終了だ。勝者はゆっくり酒場のインゲ。やったー。素晴らしい試合でした。なかなか見応えがあったな。これは楽しんでもらえたんじゃないでしょうか。あ、見てたら試合したくなったぞ。お前が試合しても一方的な展開なので面白くなさそうだな。確かにそうですね。今回みたいに力が拮抗した試合がいいです。さて、地下格闘施設もあとは装飾すれば完璧だ。これなら運営も問題なさそうです。今回の拡張でまた酒場の価値が上がったんじゃないか。トップ5には入っていそうです。諏訪湖にまた価値を調べてもらうか。これは楽しみですね。といったところで、今回はここまでとするか。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとうな。バイバイ。